ガブリエル合成は1887年にジークムント・ガブリエルが発見したアミンの合成法。概要は、フタルイミドカリウムジオとハロゲンカーアルキルを反応させ、アルカリ性水溶液で加水分解させるとアミンが得られるというもの。フタルイミドが快感分解しにくい場合は、ヒドラジンが用いられる。ハロゲンカーアルキルとアンモニアの反応によるアミンの合成では、 アミンの嗅覚性は、痴漢期が多いほど大であり、アンモニアよりもアルキル化で生成した痴漢アミンと、ハロゲン化アルキルとの反応が優先し、蓄次的なアルキル化が進行する。そのため、一級アミンは得ることは困難であり何度も、アルキル化された、タチカアミンが生成しやすいが、この合成法であれば確実に、第一級アミンを得られる。ガブリエル、エスバー、1887 2 0 2 2 2 4ハン、,JC ボールヨファー、VAJ アム、ン、ソック、1950、72、2786、ギブソン、MS ブラッドショー、RW、アンク、ケン、INT、エド、イングル、1968、7、919、ミツノブ、オーコンプ、ORG、シン、1991、6、 79から85、ありがとうございます。